はい、皆さんこんにちは。東京ハンバーグの大西ろきです。ついにね、11月公演はみ出した青空を探して僕らはの稽古が開始しました。なぜ僕がこんな撮影をしておりますかというと、皆さん、僕はなんと期間限定演劇 YouTuber になります。はい、ありがとうございます。期間限定ということなので、稽古を劇場に入るまで1ヶ月ちょっとあるんですけど、その期間の中で約7話ぐらいの動画を公開していきたいなと思います。内容はですね、出演をしてくれてる俳優のみんなを追っていければなというものにしたいと思っています。作品の PV は別に時々ハンバーグが作っているものを公開しますので、そちらの方もお楽しみください。これはですね、収益を目的としている動画ではありません。集客を目的としております。皆さんよろしくお願いします。いろんな動画を公開していきたいと思いますので、ぜひ楽しみに待っててください。それではどうぞ。それがなんかでも明らかに弾圧するとかなんかそういうことじゃなくて、なんとなくそう待ってるっていう空気。東京ハンバーグの大西です。こんばんは。今日は、顔合わせがあって、昨日も稽古で、今日も稽古で3日目の稽古でしたね。昨日はですね、作品について俳優のみんなといろんなディスカッションを交わして、それで1日が終わってしまいました。それだけみんながいろんな疑問を持ったり発見を見つけたりするような、作品になってるんじゃないかなというふうに思ってます。で、今日は読み合わせですね。俳優さんがこうセリフを声にしていく、その中でもいろいろ止めながら、進行して、今日はね、本当に、昨日もそうなんですけど、やっぱりこう意見ってみんな違うから、その意見がこうなんか大きくぶつかるっていうことはないんですけど、でも違いがあるんですよね。お互いが違いを認識した時に、じゃあどういうふうに、物事を進めていくかっていう、そういうような話をしています。で、本来なら今日もうちょっとね、誰か俳優がいてほしかったんですけど、みんなまだ出てくるのになんかこう材料が足りないということで、でも一人、来てくれるので今呼びたいと思います。東京ハンバーグのケイスケ山本さんです。あ、どうも。ケイコ、ケイつながりでケイスケとケイコが、そうですね、で呼ばれたんじゃないですか。いや、そういう感じでは呼んでないです。どうですか、ケイコの場所。まあ3日目ですけど。ああ、けどやっぱりあれじゃないですかね、初日に、ほぼ初見のような状態で読んだのと、で1日、読まないでディスカッションの時間を取って、そして今日3日目っていう形で、やっぱりその深さっていうんですかね、変化はあったよね。あ、全然あったと思いますね。やっぱりさ、俺が嬉しいのはさ、初めてこう出演してくれる若い俳優さんたちいるじゃない、で、その若い人たちがさ、本当にいろいろ自分の意見をさ言ってくれるじゃない、じゃあ、俺たちも若いのかもうあれなのか、ちょっと中途半端な年代だけど、でもそれにさ、どうさ受けられるかっていうことはなんか試されてるなっていう感じがして、やっぱりそこは丁寧にちゃんとこう対峙して板付き合わせて、やっぱそういう姿勢でものを作っていくのっていうのはなんか心が気持ちいいんだよ。けどそうですね、なんかみんなでこういろんな意見を出し合うっていうのは、こういう演劇の場だけじゃなくても、そうですね、はい、今結構喋るんですけど、ケイスケさんは前回の8月のね、江爪さんとの2人芝居、ハンバーグ劇団の2人芝居やった時に、稽古終わった後、結構僕はそのフィードバックをしていくんですけど、
江爪さんは結構なんかいろいろ質問とかどうですかみたいな、ここのシーンってあんっていう話ですけど、圭介さんは何かありますかって言うと、いや特にないですってずっとそれで終わってったんですよやっぱこう頑張ってくれてるのかなって思うと、あとお酒入ると結構喋ってくれますね。そんな頑張らなくても喋る、はい、でも正直特にあの時は別になかったんで特に言わないですっていう、そんなもう、はい、そうですね、喋りまくり。今日がね10月の5日ですね、はい、初日が11月の16日なので、まだ40日ぐらいあるんですね。ありますね、はい、なんかこれまでじゃないものができるような気がして、うん、俺はねワクワクしてたよね。そうですね、そうです。25人ですか。25人です。年代も幅広いですもんね。そのとおり、だけど20代から、うん、80代ですすごい市民劇かって思いますね、はい、じゃあ今日こんなもんでいいですか。あ、はい、どうも、はい、じゃあその翌日にせーのピョンって言って、あるじゃん YouTuber の人たちやるじゃん、俺それやりたいの。あ、じゃあせーのピョン。いやちょっとそれは無理ですね